What's in my bag? 点滴、血液の中に直接入れる薬のことを点滴と言います。点滴は飲み薬よりも早く強力に薬を効かせたい時などに使います。医者や看護師になるとこの点滴の調節方法を最初に習います。点滴と患者さんの間にはこんな感じで水がポタポタと落ちる水溜めがあり、つまみでこのポタポタの量を調節することで点滴の流れる量を計算することができるんです。ポタポタの1滴は 0.05ml なので1秒に1滴ポタるように調節すると 0.05ml×60秒=3なので1分あたり 3ml 流れることになります。1時間では 3ml×60分なので 180ml 流れます。一般的によく使う点滴は1本 500ml のことが多いので、この流れで始めると 500÷180 は 2.8 なので約3時間で流れ終わることになります。看護師さんが時計を見ながら点滴をいじってるときはこのポタポタの量を調整しているんですね。量の調整はとても大切なことなので勝手にいじったりしちゃダメですよ。そういうことする人は何て言われるか知ってますか？看護師さんの点滴です。